寿司はさ、マジで霊感ないわけじゃないからさ、それが怖いんだよね。すごいあるとは言わないけど、なくはないから、めちゃめちゃさ、そういうスポットとかも絶対行かないし、嫌なのよ。寿司のママの方がまあ霊感強いんだけど、なんか前にね、なんだっけ、引っ越す予定があった時に、なんか中古のね、家みたいなのも、まあ一応視野に入れて、なんか見に回ってた時があったのよ。それで、ね、なんか、ここもいいね、ここもいいね、みたいな感じで見てたんやけど、なんか、とあるさ、一つの、一軒家がね、なんかすっごいもうなんか、もう、玄関から漂う、なんか、え？なんかここ違うって思ったのよ、セシマ、そこで。で、なんか、なんかちょっと入りにくいなーっていう感じがあって、でそれで、なんかなんだっけ、2階にね、やっぱ子供部屋がさ、2階にだいたい、まあ作ってくれるやんか。だから2階に行こうと思って、2階に行こうと思ったんだけど、空気が悪すぎて行けなくて、2階に。もうなんか、階段を見上げて、もうすぐ、あ、これダメなやつや、って思って、で、もうこっそりママに言ったのよ。ママ、セシマここ行けないって。で、セシマここ行けないって言ったら、え、ママもなんだけど。ってだって、これ絶対ダメなやつやと思って、で、全く霊感のないさ、弟とかにさ、言ってもらったんやけど、なんかそしたら、壁にね、穴開いてて。絶対なんかあったくない？絶対なんかあったくない？壁に穴開いてたんやで。やばない？もうなんか嫌な、やばい空気を、感じ取りすぎて、マジセシマ上行けなくて。そう。めっちゃいいなって思ったかもしれないけど、ここだけはやめようっつって。ここだけはやめようっつって。その話自体おじゃになったんだけど。そう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 。え、マジやばかった。え、もうなんかね、本当にグーで殴ったんじゃないかっていうぐらいの、ドーンって感じのやつだった。サイズも。それか、なんか、立てかけてたものとかが起こってきて、たまたま穴が開いちゃったのかもしれないけど、それにしては、ちょうど拳ぐらいの、穴すぎて、やばいって思って、お札とかはなかったけど、そう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 。え、なんかこういう話するとさ、まあ、昼間だからいいけどさ、ね、いや、怖いよ。あ、そうそう、事故物件とかあるよね。ネットにね、あるある。うん。4時40分から学校のところ今起きたんが、マジミスった。今日配信ありがとう。大丈夫？もうとっくに始まってんじゃん。うん、気をつけな。そう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 。